ショーの紹介動画イエーイということで、マイナスショーです。今回はですね、僕がとあることに気づいてしまったんですよ。僕が日頃ね、太鼓やってるじゃないですか。で、まあ、プライベートっていうんですかね、プライベートでこう太鼓やってる時にハマってる曲がありまして、でそれをね、やってる時に、あれ、なんか今お下品なワードが聞こえたぞって思ったんですよ。まあ俺がちょっとお下品だからそう聞こえたのかなと思ってね、もう一回やったんですよ。そうしたら、あ、聞こえる、え、これまさかって言ってないって思ったんですよ。ということで、今回こちらパソコン持ってきました。そのとある曲をね、皆さんに紹介するのと、本当にね、それで聞こえるので、皆さんもね、耳を澄ませて聞いてみてください。曲がね、ゲームミュージックにあるんですよ。光っちゃった。これなんて読むのかね、レイジラージかラージラージかレイジかわかんないけど、 V セルフっていう曲があるんですけど、こちらね、まあ一応流していきます。これの、まあ流れる時にね、僕がそろそろ来ますっていうことを言います。そしたら皆さんはこうしてください。で、いきますよ。もうちょい、働いちゃった。来るよ。何ですか今のは。みんな分かった？じゃあもう一回聞かせますよ。どう見たってね、趣味はタチションって言ってるんだよ。どんな趣味だよ。面接にて、あなたの趣味は何ですか？僕の趣味はタチションです。そんな奴がいるか。なんだ趣味はタチションって、初めて聞いたわ。やばいでしょ趣味はタチションってやばいでしょ。なんなんだよ。ということで、聞こえたと思うんですよ皆さん。僕ね、これ流れるたんび、あそこね、毎回言います。趣味はタチションって言います。どんな趣味だよ、ほんとおかしいでしょ。まあもう一回じゃあ聞いてみますか。僕が趣味はタチションって言って、その後ね、聞いてないんで、では趣味はタチションって思って聞いてください。僕の趣味はタチションではありませんよ。いきますよ。言ってる趣味はタチション。ということでね、ここ一体なんて言っているのか、皆さんにもね、お教えしたいと思います。どうやって調べればいいんだろうな。これの歌詞みたいな、多分それやったら出てくるんで。うわ、すごい、歌詞出てこないんだけどやば。あ、 YouTube には一応上がってるみたいですね。お菓子が上がってます。これでわかりますよ。もうちょい、来るよ。わかりました。皆さん、似てる、正直似てる。趣味はタチションが、正しい歌詞が趣味 your passion、 趣味はパッションらしいですよ。趣味はパッション、趣味はタチション、似てるね。じゃあ「趣味 your passion」っていうね、頭に考えながら聞いてみてください。次はいきますよ。タチションでいいんじゃねえもはい、ということで、僕の長年の、まあ長年でもないですけど、最近ちょっとね、これで悩んでたんで、知れてよかったです。僕はね、少し前から「なんて歌詞をしてるんだ」ってね、
思ってたんですよ。だってもういくら聞いてもいくら聞いてももう趣味はタッチションにしか聞こえないんだもん。まあ趣味イコールホビーじゃないですか。で僕考えたんですよ、もう趣味はタッチションってもう聞こえるんで、ホビーイズタッチションみたいな、趣味それはタッチションみたいなにした方がいいと思いました。ということでご視聴ありがとうございました。